ああ、怖い。フルボッコにされるよ。嫌い。フルボッコだよ。これですね。はい。力6。6、6。オッケー。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初なんだろう。何で組んだろう。よろしくお願いします。え、なんだろう。怖いよ。なあ、マギラス。マギラス。え、マギラス対決。ちょっとね、マジでマジで。これで来る。なんだこの。やばいな。何この戦い。やばいぞこれ。え、この戦い、まあ、この戦い覚えてるんだよ。マジマスマギラス。アイアンヘッド持ちね。シアアイアンヘッド強いんですよ。あ、しょ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 。もらうな。これはトマトマギラス相手に。とりあえず、あ、ちょっとステルスロックスをやらないため。あー、それ嫌い、それ嫌い、もうバンギア負けちゃうでしょ。これはどうなんですか。まさかの1体目が。どうなんだろう。これ変えてくるんだろうな。いやいや、もう変えてもバンギアと足遅いんで変えないですよ。嘘、本当変えないんですけど。変えないですか。だってポケモン変えたらやられちゃいますからね。確かに。離れたり。おお。どうすんすか。もしでもまだいるんだよね。だからここはね、ここで行きたいんだけど。え、ちょっと待って、どうなんだ、勝てっかな。いや、これはちょっと変えないでいこう。よし、オッケー、倒せた、えらい。その嵐もあるからね。マギラス対決はトマトも諦めたりだって。勝った勝った勝った。しかも相手の方が早いっていう。そう、早かった。物理型やっぱね、物理型マギラスは強いな。えらい。よかった。ここから、ここからですね。ここからが怖いんですよ。次なんだ、ロトムとかなんかそこら辺選んできそう。違うかな。どうしよう。どうすんの、どうすんの。えーねー、勝てる子出して。悩んでるよ。勝てる子出して。まあ、ゆっくりやってこう。ゆっくりゆっくりゆっくりやろう、ゆっくりやろう、ゆっくりやろう、ね、そうそう、ゆっくり大事だからね。勝てる子出そう。これだ。ゆっくりで勝てる子。ルカリオ、ルカリオ突破できるかな。これいけるかな。どうだろう。素早さが負けてる気がする。あー、ダメだった。やっぱやっぱそうだよね。あ、やっぱそうだよね。強い。速さ、勝てない。まあ、防御とても下がる割分、ちょっとここは突破してほしい。バンギラス。ちょっと待って、どうしよう。よいしょ、よいしょ。これで、ドサイドン。ドサイドン。いけるかな？食い込んだ。え、でもドサイドンも素早さないから、そう、ないの。これで、いけるでしょ。え、どうなんだ？あー、やっぱそうだ。残らない。残らないか。防御力がどんなに高くても、ルカリオは強いからね。うん、そっか、ダメなのか。効果パー強いなら、いけるでしょう。やばいやばいやばい。あー、もう収まっちゃった、砂嵐。これで、ちょっと岩がね、そう。どうしよう。刺さればいいなって。うん、でもまさかシャンデラが来なかったのな。シャンデラ入れなかった。マロさんからのシャンデラ。そう、私からのシャンデラ入れなかった。
ね、キャラマンが。ここだね。ここだね。ここだね。ここ大事なのは。ここだな。いけるかな。ちょっと素早さ。素早さ勝って。お願いお願いお願い。勝手に。勝って。え、行こいだ嘘。クレベース。マジでそっち出す。いいファイト。あ、半分まで。半分、半分、半分。耐えないね。ダメか。グーと上がった。これちょっと待って、どうすんだこれ。え、私先いけるかな。これね、ちょっと怪しいね。怪しいね、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 これ怪しいね、これ怪しいね。ナイス。まあだろうなと思いました今一瞬。いやー倒せてよかった。よし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 。次はどうしようか。次はさどうする、どうすんの、次はどうすんの。めっちゃ悩んでる。それかい。いやでもそれでもね勝てなさそう。え、ちょっとスピード、よしよしよし、早い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 、よしよし、そうでしょ、残った。やっぱね、実は気合いの助けは、気合いの助けか、そりゃ残るわ。次の前、やばい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 。これでまあでも相手の方が早いのは分かったから、うん、うわっ、マジかマジか、耐える、耐えない、よし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 、全然耐えないじゃん、よしよしよし、オッケー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 。え、待って、いや相手3段階も上がっ下がってさらにスラリが2段階声が上がって普通の攻撃で耐えちゃうのか。耐えちゃった。いやでもさすが、さすがいいファイトだな。よし、いい、いいぞいいぞ、こっちだともう3体やられてますからね、もうやった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 、頑張れ、頑張るんだ、いけるかな、次、次なんだ、次なんだ、ロートムか。いや、ロートムじゃないですよ。本当ですか。エースマン来ちゃった、マジか、エースマン来ちゃったか。え、どうしよう、え、どうしよう、だい、どうかな、これは、これはスピードはどっちなんだ？ S 番か。いや、スピードはもちろん S 番ですよね。ですよね。早いよね。なあ、無理。さすがにね、もうね、ジャガランが高くてもですよ。4段階下がっていれば。無理だよね。耐えますよね。しますね。ですよね。じゃあ問題はね、ドラバルトとかその辺なんだよね。そう。問題はね、ドラバルトをどう攻略していくかなんだよね。よ、今の現状。ドラバルト入れときゃよかったな、一匹。ちょっと、どうしようかな。色違いドラバルトだ。そう、いただいた、もう、いただきました、この子は。あ、でももしかしたらね、相手スピード遅いかもしれないから、うん、突破できるかもね。いや、もらった子だからな。ちょっともしかしたら振ってない可能性あるから、どうなんだろうな。もしかしたらね、もしかしたら振ってない、もしかしたらね、そう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 、で少しでも効力が当たれば抜かりをできるから、あとは。あ、そっか、まだいるのか。こっちの方が早い、早いなぁ。S1 やっぱ早いなぁ。ダメかぁ。突破できるんだ。急所だもん。急所。あ、でも火炎ボール。火炎ボール。大事な火炎ボールが。呪われボディ。しかも呪われボディっていう、結構、そう。ミミッキュでいきましたね。ミミッキュだぁ。よいしょ。これでどうなるか。でもな、これでもなっていう感じなんだよな。
はい。はい。聞こえた。戻って。エロトムだ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。まあ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 。まあ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 。まあまあまあ。まあ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 。どうだろう。うわあ、もう怖いなあ。相手の、はい、竹内って先生技でしたっけ？先生だったと思う。剥がれる。剥がれてれば。そう、剥がされるとやばい。ノットム、ミビキは足が速くても、突破できるはず。やばいな。これはやばい。多分いけるんじゃない？ちょっと待って、どうなんだ、ルカリオか。これはどうだ、いけるか。いけ、あ、先だ。早いけど、はい、鍵打ちだからね。そう、あんまり食らわない。うーんだよねー。ここ間違えてるだよねー。うわ、もう残り1体だよ。ゲンガーね、ゲンガー。うん、残り1体。ゲンガーは、あ、待って、トマトのポケモン、これ、ルカリオ何も役に立たない。ちょっと待って。そういう感じになる。どうしよう。これだって、これしかできないんだけど。いけるかな。効果なし、効果なし、効果なしみたいになってる。マジで？ルカリオ、ゲンガーでいいのか。でもこれは残った。あ、でもゲンガーの方がスピード速い、遅いぞルカリオより。これ凍んないかな。さすがに凍らないよね。ゲンガーに凍らぬ風も立ってるんですね。そう、珍しい。どうしよう。あー、引っ込めた。ノトムか。これは倒せないよ ね。いや、やられるよね。あ、ほんと？やった、やった、やった、やった。さすがにゲンガーの最高キリストは強いもん。あ、ほんと？いや、でもここですね、ここ。ちょっと嬉しい。これ大丈夫、これでいこう。ここから、うわ、どっちやっぱね、最後はエースバンで来ちゃったよ、来ちゃったよ。決めていただこう。あー、だってもう無理じゃん、スピード勝てないよ。外したな、今の。あ、ダメだった、よし。えらい。来ない来ない、来ない。ゲンガー思ってるより声よくないですよ。来らないかなって。まあ、スピード負けちゃうんだ、これで。多分耐えるよね。うん、耐えたね。外さないかも。うわー、食らった。どうやった。くぅ、急所だよ、しかも。頑張った。あー、でも2体まで行ったのにな。いや、めっちゃギリギリだった。まさかね、最初バンゲラだけだと思わなかったもん、今の。2体まで行ったな。初手バンゲラとやりたい。そう。あれ面白かったですね、バンギラス対決。バンギラ対決ね。あ、やらかしたと思った。そう、めっちゃ良かった。相手のバンギラスに対抗できる技持ってないのに対して相手持ってるっていうね。いや、楽しかったわ、マジで。